このこれ全部リプレイにしよう。ここでリップ3連、ここでリップ4連、これにならず激アツ。あー赤さくたまの夢と日常。皆さんおはようございます、さくたまです。前回窓マギ2の実践会見ていただけましたでしょうか。番組が始まっていってから、連勝記録をさらに更新して4連勝しております。5連勝を目指して頑張っていきたいと思います。なぜかうまいことを勝てているんですが、引きなのかお店がいいのかっていうところなんですけど、お店がいいのかなって思っております。前回の収録で機種のチョイスが萌えな機種、目標チョイスが出玉プラス1500枚でした。窓マギ2実践しまして、出玉2347枚出すことができ、見事達成できたので、今回はご褒美がいただけます。ご褒美は横浜馬車道のミルフィーユとなっております。いただきたいと思います。ではいただきます。ミルフィーユとか絶対美味しいやつ。パイの生地がサクサクしてて美味しいです。ごちそうさまでした。それでは甘いもの食べたので元気出して頑張っていきます。この番組はですね、歌手として夢を追い続けているさくたまなんですけれども、日常はほぼパチンコパチスロをやっているということで、夢と現実の交差点をお送りする番組となっております。スタッフさんから出されたお題に沿った実践を行いまして、達成できればご褒美、失敗したら罰ゲームという形になっております。ご褒美は皆さんが高評価していただけると豪華になっていくとのことなので、ぜひ高評価、ニコ7へのチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは本日の実践機種を抽選箱から決めていきたいと思います。機種のチョイス1、硬派な機種、2が萌えな機種、3がアニメタイアップ機、4夢が詰まっている機種、5さくたまの自由となっております。4夢が詰まっている機種、そしてすいません、本日の目標チョイスを決めていきたいと思います。1サマイスプラス1500枚、2が出玉2000枚、3がリプレイはベルをどちらか3連、4がエンディング到達、5がフリーズとなっております。1のサマイプラス1500枚となりました。それではご褒美と罰ゲームの方を教えてください。はい、ご褒美の方はこちら、どら焼き専門店プレミアどら焼きセット。ということで、どら焼きいいですね、皮が食べたい。それでは罰ゲームの方を教えてください。なんかもう見たことあるな、私見たことあるな、再々登場昆虫スナック。はい、私に昆虫スナックをどうしても食べてほしいということでね、悪意が感じられます。いやもう絶対に回避したいしな、もう昆虫はちょっと。ということで本日も頑張っていくのでよろしくお願いします。本日はエスパスに行ったく溝の口駅前本館さんにお邪魔しております。溝の口の駅からすぐのお店になっております。それでは早速実践していきたいと思います。本日の実践機種は、抽選の機種チョイスが夢が詰まっている機種で、目標チョイスが3枚プラス1500枚です。なのでゴットはゴット凱旋ですね。夢がもうゴットに詰まっている機種だと思っているので選びました。はい、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。もともと私はハーデスが大好きでよく打っていたんですけれど、
焙煎は本当最近打つようになりましたね。今日はもっと揃えられるといいな。私焙煎を普段打ってるときは、まあまあみんなそうなんですけど、もちろん喋りながら打ってる人なんてほとんどいないと思うんですけど、もう黙々と淡々と打ってます。結構最近調べてノートに書くようにはしているんですけど、まあ、私のそのノートがぐちゃぐちゃでわからないんですけど、なんか面白いなと思ったのが、確定形を含む確率と含んでいない確率っていうのが実は出ていて、意外とそれがでかいんですよ。要は赤な音を抜いてる確率っていうのが出てるんですよね。はー、400ゲーム近くになってもう投資が3本目、そうですね、3枚目いきそうですね。このこれ全部リプレイにしようよ。あ、プッシュボタン押したの、ちょっと、あ、プッシュボタン押したの、ちょっと、やばい、マジ久しぶりに朝こんな弾けないかも。まあでもこのゴッドはいい子だと思うんで、おそらく知らんけど、何にせよプラス1500枚出さなきゃいけないと、いけないとってなります。いけないから投資が今2万、まあ3万いったとして、そうか、1500枚プラス1500枚、3000枚。本当？ここでリップ3連。ここでリップ4連。5連ならず。どういうこと？どういうこっちゃ？どういうこっちゃね？何が起こってんの？いや、それはまあ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 、Gストップ。さあ、頑張りましょう。鏡出てこないですね。131あるよ、あるよ。はい、2枚。 SS ほい。あ、縛らないんだ。そうか、なるほど。そう、今日ね、私に昆虫を食べさせようとしている、おかが、どんな顔してんのって。さあ、
回ともあんまり来なかったしね。これ多分ないんじゃないかな。さあ、まだ出るまで、当たるまでに時間かかりそうな気がするので、今日実は昆虫を食べさせようとしているスタッフさんが質問を何個か書いてきてくれたんですよ。私があんまり喋るの得意じゃないのを気づいてくれたかだか分かんないんですけど、はい、最近ハマっていることは、最近自分家の犬以外を初めて可愛いと思って、いつも散歩しに行ってる通りにカフェがあるんですけど、そこのカフェでいつもおばさんが散歩をしてるんですけど、ポメラニアンがいて、ポメラニアってこんな可愛かったっけってなって、そのポメラニアンにハマっていますテレビは昔は大好きでした。けど今は部屋にテレビ置いてません。YouTube は最近は、今まで本当に動画、スロットの動画を見たことがあまりなかったんですけど、見るようになりました。見させていただいて、勉強させていただいてます。最近気になったニュースはないですかね。その最近はずっと、もちろんコロナのニュースとかは見るようにはしてるんですけど、なんかそれ以外ってあんまり、別に他人に興味がないわけではないんですけど、なんだろう、ないです血液型のお話。私 O 型です。 O 型の左利きです。ご飯は右で食べます。違う、そう、ご飯は右、直されて右で食べるようになって、小さい時に直させられて右で食べるようになったんですけど、字だけがどうしても直らなくて左利きです。ただもっと物によるんですよ。例えば、包丁とかは左だけど、例えばバッティングセンターに行って左でこう打つんじゃなくて右で打つとか、超謎です何なんだろう。お酒は基本的に飲まないです。飲まないですね。飲めないというよりも飲まないですね。別に健康に気使ってるとかじゃなくて、
弱いですよ、お酒が。ただ単純に、で私の人生でそんなに私が欲していないので飲まないですね、まあ、ただ飲みに行くっていう時ももちろんあるんで、そういう時は飲みますけど、大体もう一杯とかで、居酒屋とか行くじゃないですか、まあ、最近行ってないんですけど、まあ私はずっと食べ物食べてます大失敗ですか、大失敗ですか。失敗はいつもですね、スロットとか打ってても、あ、まさに今こう投資を抑えようと思ってたのに、抑えられなかったとかかな。まあ私結構多分ドジなんで、たくさんあると思うんですよ。だけど全てなかったことにしてます好きな男性のタイプは、まあそれ女性にも言えるんですけど、自分の主観を押し付けない。例えば自分の考えを持つことは悪いことじゃないし、もちろん私も持っているし大事なことなんだけど、それを押し付けるのと自分はこう思っているんだっていうことって違うと思うんですよ。だから考えはしっかり持っている方がいいと思うんですけど、じゃあそうしてよみたいな、それは違うかなって私は思います。なのでそういう感じかな。なんか極論っていうか変な話なんだけど、私ちょっと変わってんのかもしれないんですよ。変わってんのかなって思ってて、なんかよく例えば誰かと付き合ったりすると、例えば同棲しようとかっていう話になったりすることもあるわけじゃないですか。私一緒の部屋にいるのがあんまり好きじゃないんですよ。なんか例えば一緒に住むにしても別々の部屋があったりして、個人個人の空間、自分の時間があるとか、そういうのめっちゃ大事だと思います。そんな感じかな。人ってやりたいこととか趣味とか、もちろん同じ趣味のことは一緒にやったら楽しいと思う、2番楽しくなると思うけど、お激アツ、あー赤赤、マジこれ結構外れっすよね。うわー、もう私やばいかもしんない今日、どうしよう、どうしよう。マカロン美味しかったですね。あとでも朝ミルフィーユ美味しかったです。なんだろう、すごい最近だと昨日イタリアン料理食べに行って、でコースは私食べきれないから単品で頼むんですけど、ニョッキ、かぼちゃのクリームソースのニョッキと生ハムのリゾットとサラダとパンを母親とシェアして食べます。やばい、なんか怪しい、大丈夫かな、怖っ。
1026ゲーム。うわもうやだ、本当にやだ。まああとそうか、いやでも2万突っ込んで80分アループ引けた方が美味しいと思うんだよね。いやーマジかー、これどうするよ。いや乗せられてないですね。あーこれはまずいぞ。いや一番まずいんだよこのパターン。あーどうしよう。いるかな。お、これいるな。多分。演出見ますか。いやいて、本当にいてくれないときつい。痛いか。いたよね。え。今の痛い演出じゃないの？あ、びっくりした。おー焦った。え、なんでいたのにピアーテならんのと思ってびっくりしてしまった。これね、残ってることをループしてることを祈るしかない。いや、ないよ、ないわこれ。天国か全長か。こんなんやったけど誰やねんっていう。いやでも怖い。入っててください。いそう、もう一丁、よし、もう一丁。はあ、入ってた。 V じゃない、5か。まあ5でもいい。もう全然いいよ、ありがとう。ありがとうってなんだよ。ゼウスステージ、ウィズライ。いやもう本当に本当に、138枚。いや本当にお願いします。はあ、マジで
納得いかんわ。もっと弾けない、普通にもうちょっと打たないと弾けないだろうけど。やめかな、俺は。なんで多分これで1万で、ここにあるのが多分200枚ぐらい、5万ちょい負けぐらいかな。本日は、凱旋の方を打たせていただいたんですけれども、ちょっとね、いろいろ噛み合わないというか、と私が下手くそでな日だったみたいで、いいとこはお見せできなかったんですけど、実戦終了したいと思います。はい、本日の実戦終了したんですけれども、投資が3082枚、回収が669枚、収支がマイナス2413枚となって、残念ながら罰ゲームミッションクリアならずということで罰ゲームです。今日の実戦の感想なんですけど、本当になんかボーナス中もそうなんですけど、全く子役をうまくこう噛み合って弾けなくて、こんなことはあんまりないかなっていう負け方をしましたね。で、普段はなんかこうなんとか入れたりできるんですけど、いやもう今日入れれる気がしない、リプレイも揃う気がしない、キナナも揃う気がしない、やばいやばいってなりましたね。次回の動画で罰ゲームの模様をお送りさせていただくんですけれども、まあ再々登場した昆虫をねもう超嬉しそうじゃないですか。なんかすともうスタッフさんがめっちゃ嬉しそうなんですよ。でも本当に本当にガチで嫌です。ガチで嫌です、ね、次回の動画で食べます。それでは最後に、この動画への高評価、ニコ7チャンネルへのチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは本日はご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。サクタマがお送りしました。